ジョン・ウェインは、アメリカの俳優、映画プロデューサー、映画監督。本名は、マリオン・ロバート・モリソン。デュークの愛称で呼ばれた。アイオワ州ウィンターセットで生まれ、マリオン・ロバート・モリソンと命名された。実家は薬屋で、薬剤師の息子でもある。しかし、両親が彼の弟をロバートと名付けることを決め、マリオン・マイケル・モリソンと名付けられた。 一家は1911年にカリフォルニア州グレンデールに転居したが、ウェインはどこへ行くにもエアデールテリアの愛犬、リトル・デュークを連れていたため、隣人がビッグ・デュークと呼び始めた。以後ずっとウェインは愛称・デュークを本名のマリオンより好んでいたという。高校卒業後海軍兵学校へ出願するが、入校できず南カリフォルニア大学に入学した。 そこで彼は、伝説のコーチ、ハワード・ジョーンズの下、フットボールに取り組んだ。しかし、水泳中に負った怪我がもとで、競技生命が断たれてしまう。彼は怪我の原因が、明らかになった時のジョーンズの反応を恐れたと後に、記している。マーシャハントと共に、高原の激闘の潜在邪神。大学在学中、ウェインは、田舎の映画スタジオで働き始めた。 西部劇のスター、トム・ミックスは、フットボールのチケットと交換に、夏の間、大道具係の仕事を彼に世話してやった。ウェインは、大道具係から1928年には、映画の早役に選ばれ、1930年、ウェインの最初のクレジット入り映画であるラオール、ウォルシュ監督の超大作、ビッグトレールに主役として抜擢された。ウォルシュが、 アメリカ独立戦争での将軍、マッド・アンソニー・ウェインから取った、ジョン・ウェインの芸名を彼に与えた。当初はそのまま、アンソニー・ウェインの芸名を与える予定だったが、イタリア風に聞こえるという指摘があったために名を、アメリカ風の、ジョンと改めたのである。ビッグ・トレイルは、商業的に失敗し、ウェインは、駅馬車がヒットするまでの間、B 級活撃専門俳優として、 不遇の時代を過ごした。しかしその間に、射撃、乗馬、格闘技を習得。不遇期間に主演した中には、歌うカウボーイ、シンギング、サンディシリーズなどというものもあり、馬に乗りながら歌うシーンが残っている。ベララルストンと共に、ダコタ高原の潜在、写真1939年、早く時代から友情を固めていた。 ジョン・フォード監督の大ヒット作、駅馬車に主演。やがてウェインは、ヘンリー・フォンダと並んで、フォード作品の看板役者となる。その後も多くの作品を生み出し、いくつかは、ウェインの代表作となった。続く35年間で、アパッチ・鳥で、黄色いリボン、リオグランデの鳥で、静かなる男、創作者、表しの翼、リバティ・バランスを打った男といった。 フォードの映画20作以上に出演した。ウェインは多くの戦争映画に出演し、アメリカの英雄として称賛されたが、現実には兵役にはつかなかった。1940年に徴兵が復活し、1945年に第二次世界大戦が終了するまでウェインは、ハリウッドに残って21作の映画に出演した。1941年の真珠湾攻撃当時、 彼は34歳で、徴兵の該当年齢であったが、家族依存の理由で 3A に分類され、徴兵猶予を申請し受理された。これには、国中の興味が集まり、後に 2A に変更された。ウェインは、西部劇や戦争映画に俳優としての信念をかけていたため、強く英雄的な役割を多く演じ、たくましく深みのあるヒーロー像を築いていった。 生涯出演した154本もの映画のうち79本は西部劇であった。その一方でコメディ映画や NBC のコメディラフインにピンクのギの着ぐるみで出演するなどユーモアの感覚も持ち合わせていた。スキポール空港に到着したウェイン。1960年11月18日1948年の ハワード・ホークス監督赤い川の大ヒットにより翌年初めてボックスオフィススターの4位にランクインし名実ともにスターの座を獲得以後20年以上ベスト10の座を守り続けた一方で自他ともに認める愛国主義者である彼はリベラル志向の観客からは典型的高派俳優として非難の対象ともなり特に ベトナム戦争が泥沼化した一時期には人気を落としたが、それに対抗するように制作、監督、主演兼任で映画、グリーンベレーを完成させ、ベトナムで特殊作戦に従事するアメリカ兵を描いた。多くの作品に出演したウェインは、硫黄島の砂で、主演男優賞、監督した、アラモで最優秀作品賞と二度のアカデミー賞ノミネートを受けていた。だが、 そんな中ウェインは1964年に肺がんを宣告され、肩肺を失うも闘病を宣言して、俳優活動を続けていった。そして1969年の勇気ある追跡でそやで酒飲みな赤眼の保安官を演じ、ようやく最優秀主演団優勝を受賞した。 念願のオスカーを手にしたウェインは人気を取り戻し、以後遺作となったラストシューテーストまで精力的に活躍した。また、俳優時代には俳優組合長も務めていた。胃がんの悪化で1979年5月1日よりカリフォルニア州ニューポートビーチのカリフォルニア大学ロサンゼルス校医療センターに入院し治療を続けていたが、 72歳の誕生日を迎えて17日目の6月11日午後5時35分に死去した。ウェインの遺体はカリフォルニア州オレンジ郡のコロナデルマールにあるパシフィックビューメモリアルパーク墓地に埋葬された。日本でも毎日新聞にミスターアメリカシスをはじめ大きな見出しで出された。アメリカ各地で半旗が掲げられた。入院期間中の六月五日には 当時の大統領であるジミー・カーターが、ウェインの見舞いに訪れた。現職の大統領が、映画俳優を見舞うのは、異例のことであった。死因であるガンの原因の一つとして、ネバダ核実験場の100マイル風モで、征服者の撮影が行われたことを挙げるものもある。葬儀に際し、次期アメリカ大統領となったロナルド・レーガンは、実生活でも卓越した巨人だった。体育。 態度、信念に、不屈の強さを感じた。思いやりのある誠実な人柄は、理己的なハリウッドでは滅多にお目にかかれぬ存在だと、語った。死の床で密かに記した、墓姫は、醜く、強く、確かにである。が、実際に刻まれた、墓姫は、以下の通りで、1971年の、プレイボーイ師でのインタビューでのウェインの言葉である。主に担当したのは、 以下の二人である。小林正治、1966年にネットテレビの土曜洋画劇場で、ウェインの映画が放送される際に起用されて、以降、他局も小林を起用するようになり、その後はほぼ専属で担当。小林の性質はウェインに非常に近く、吹き替えファンからもフィックスと支持されている。ただし、最初に小林を起用したネットテレビは、 小林とトラブルがあったため、1970年に放送されたスポイラースを最後に起用されなくなり、小林による吹き替えが存在する映画も再放送の際に、ナヤゴロを起用して、新録するようになった。ナヤゴロウ、上記の小林とのトラブルにより、途中から主にネットテレビ、テレビ朝日で起用され担当するようになった。ナヤも本来の性質は、 ウェインのものに近かったが、最初の収録の際に、地声で演技すると演出家から NG を出され、最終的に、ウェインの体格に合った、のぶとい声で演じるようになった。また、上記2名より過去には、糸白が多く務めていたほか、小林修や小林清、宮部昭夫、前田正明、松宮五郎などが複数回起用されている。 先属の小林、ナヤと共演していた大平徹は、ナヤ五郎も、もちろんうまいですけど、でもやっぱり、小林正治は、それなりのものを持っていた。と、後年語っていた。ありがとうございます。